ドイツでの製品レトロデオ84とバック84は、青函、デオドラントスプレーのブランドである。ドイツのバイアスドルフが保有するが、日本では、カオが製造、販売、ニベアカオが発売する。1951年に、ドイツのバイアスドルフ社が、パウダースプレーの生姜剤として開発した。1940年代に、バイアスドルフ社の研究者が匂いを抑える。 有効成分を発見。商品名の84は発売当初に配合した有効成分、ヘクセクローディハイドロキシュディフィナイルミ酸の綴りが32文字であること、またプロジェクト名の B32 から32イコール84とネーミングされた。ただし、日本で製造販売されている製品には、ネーミングの元となった成分は配合されていない。 日本では1974年にニベアカオーとバイアスドルフ社が技術提携し、日本初のパウダースプレー製艦材として発売した。その後、男性用の84面や派生シリーズなどを発売し、シリーズの幅を広げている。パッケージや処方は数年ごとにマイナーチェンジされており、ロゴも微妙な変化をしている。有名人をイメージキャラクターに起用して、 テレビ CM を放映することもある。8484フット足用シリーズ。2012年2月にパッケージデザインをリニューアルした。84面男性向けシリーズ84綺麗84脇汗 EX84 ボディフレッシュ84面。その他、ありがとうございます。